こんにちは、花山さん。動画の方お疲れ様でございました。ありがとうございました。私が考える未来像っていうのは非常にこの日本に関しては暗いと思いますね。日本という国がこれから、思い出の地っていうかね、将来人類の記憶にはあるけども、じゃあそこはどこだろうみたいなね、そんなことになってるかもしれませんし、数少ない日本伝統文化、そういったものをね受け継ぐ人が大道芸人として、例えばどっかのね飲食店の余興で出たりとかね、そんなことになるんじゃないかなと思います。私ね、昨年だったかな、沖縄に行ってですね、インドネシアですね、インドネシアに行って、ケチャダンスっての見たんですよ。でインドネシアってのはもう随分近代化が進んでましてね、もう今で言うと東京とか大阪みたいな都市もあるわけなんですよ。で私の泊まっていたホテルにはケチャダンスの一団が、わざわざ来てくださって、ホテルの庭でねその伝統的な踊りをやってくれたわけなんですけども、いやこの踊りっていうのはもともとそこにね現地にお住まいになっていた方、皆さんが普段からされていた踊りなんだろうなと思うんですよ。でも植民地支配があったり海外資本が入ったりとかして、その現地にお住まいになってた方はどんどんね追いやられていって、今では自国で生産されているものを自国のその人が使うことも買うこともできないみたいな、そんな格差が生まれてます。でそしてですね、どうやって稼ぐかというと、昔こんな踊りがありましたねって感じでケチャダンスを披露してくださるんですよ。なんかすごく楽しませてもらいながら、これが歴史の繰り返しなのかなと思ったんですよね。で今では日本どうでしょうかね、包丁を研いだりとかね、調理をする人ってあんまりいないんじゃないかなと思うんですよ。家庭ではまな板が消えてるというね、そんな話もあったぐらいなんですけども、人は料理をしなくなっている、いわゆる日本人が普通にしていた料理をするというね文化も私たちの暮らしから消えてるのかなと思いますし、日常的に着ていた和服、こういったものもほとんどなりを潜めて、着てるのは私ぐらいのもんですよね。私今ね、チャイナ服着てますけどもね。でそうなるとね、日本の、文化、芸能、伝統、こういったものはどんどん失われて、専門家だけがやるようなもの、そういう領域になってきました。日常的にやっていたものが専門的になってきたわけなんですよ。そうですね。誰もが皆歌っていた民謡という歌、私もね今民謡を習いながら歌えば歌うほど、この歌ってのは農業に携わった方や武士、それから本当にね商人、いわゆる普通の大半の日本人が普段口ずさんでいたものだったんじゃないかなと思うんですよ。ところがどうでしょうか、今は私たちみたいな専門的にそれに携わっている人しか日本の大衆文化を受け継げなくなっているというね、なんとも皮肉な話じゃないですか。そして多くの人が得意としてご存知でね扱っているものっていうのはほとんどが海外文化になってますね。食事にしてもそうですしね、身の回りを見れば日本製じゃないものが日本製というメイドインジャパンという銘打ってたくさんあるわけですよ。それがねいいことか悪いことかっていうのは人それぞれの心の中にあるでしょうけども、これからの時代を考えた時に、これがもっとひどくなってね、激しくなって、日本にいながら日本文化を探すのが非常に難しくなってくるということもあるんじゃないかなと思います。近所にお寿司屋さんってチェーン店しかなくなりましたね。私の幼い頃はこうやってね、カウンター回らない寿司、基本的でしたよ。今は回るお寿司がお寿司になりました。しょうがないですよね。多くの方が望んでるように世界は動いていくわけですから。そう言ってもね、私もね中国文化に憧れたりとか、アメ車を乗り回してアメリカのホームドラマを見てみたりとか、何人だか分かりませんね。これはある意味アーシアン的っていうかね、地球人っていう捉え方、グローバリゼーションの行き着いた先なのかもしれませんけども、ある意味ね悪意を持ってみれば支配されてしまったのかもしれないですね。今日はねちょっとグダグダと私の雑感を申し上げましたけども、これからの時代ね、
私が若い世代にメッセージとして残したいのは、金を稼いでるうちはまだダメだと思うんですよ。私ここ何日か、いやもっと前からかもしれませんけども、毎日ね何十万とか何百万ってお金が上下するんですよ。投資をしてるからなんですよね。でもビジネスをしてる時って、まあ、ロスが出てもせいぜい何万円とかっていうレベルでしたし、利益が出てもせいぜい何万円っていうレベルでした。要するに金額の上下振幅っていうのがちっちゃかったんですよ、ね、借金をしても、まあ、数百万とかね、そんなレベルだったんですよ。でも今は、まあ、借金をすることはありませんけども、まあ、含み損を抱えるにしたらね、まあ、目減りで数百万とかっていうのが、まあ、日常なんですよね。だからね、物の数える単位がだんだんね、100万200万っていう、100万円1本とか1000万円1本とかっていう風になってきてるんですよね。でこの金銭感覚ってのはおそらくこれからもっともっとね顕著になるんじゃないかなと思うんですよ。でうちには息子大和くんがいますけども、おおよそ10歳になるまでは経済的な心配はないんじゃないかなと思うんですよ、私の目が黒いうちはね。で仮に私が死んでも多分ね、いろんなところからのアフィリエイト報酬なり利回りってのが入ってくるんで、保険も何もかけてない私がですね、家族を養っていくことはできるんじゃないかなと思うんですよ。そう考えると私の経済的な心配っていうのはおそらく20年先とか30年先から始まるのかなと。もちろん油断はできませんけどもね、今平たく考えると今やってることっていうのは30年先から使い始めるもののためにやってるのかな。要するに海外に資産を埋め込んでます、銀行を作ってね。でそのお金っていうのは将来そこに住む時のためのものであり、日本円に換算しない予定のお金なんですよね。しかも現地通貨で利息がどんどんついてますし、為替の関係で価値はどんどん上がってるっていう側面もあります。相対的に日本の日本円の価値はどんどん下がってますけども、なんだろうね、これからねお金を稼いでいろんな人脈を作って海外にも自分が暮らす空間を作れる人っていうのが当然生き残ると思います。日本人は日本のことを心の中にね携えて世界中に飛び立っていくって感じですかね。でも多くの人は、日本を脱出してね他の国に住めないってことになると思うんですよ。でこれはね怖い話なんですけども、まあいろんなね本を読む中で私がね今回の動画の結論として言いたいのは、力のある人は海外に行って力のない人は日本に封じ込められるっていうこの関係なんですよ。そして力のある日本人は海外でも人を従えて生きていく、力のない日本人はこの国に押し込められて海外資本の奴隷となってね生きていく、こんなねことをね言い張る人がいるわけですよ。で私はそれをねあまり笑えなかったですね。確かにそうなっていくなと。これから海外の高級ホテルが入ったりね、高級リゾートができたりします。日本にそういうところができます。で日本人がそこでそういった高級リゾートや高級ホテル、高級ランチ利用できるかって言ったらできないです。私たちはもしかしたらその腕を振るって従業員として料理を作ったりお掃除をしたりお客さんを迎えしたりっていう風な労働者としてはとても喜ばれるかもしれません。海外の人が日本に来た時に、お、日本人が接客してくれた、お、日本人がシェフだ、日本人が料理運んでくれた、日本人が掃除してる、ありがとう日本人、いい国だ、日本はおもてなしの精神があるねみたいな感じでね、私たち将来の日本労働者を、もしかしたら温かく見てくれるかもしれませんけども、あくまでもそういう人たちはレジャーや自分たちの自己実現のねビジネスをやりに日本に来る人たちです。で私たちはその枠組みには入れません。当然高級ホテルで寿司を食べることもできませんし、お蕎麦を食べることもできません。何なんでしょうかね、いつの間にか日本人は日本の中にいながら日本を生きることができなくなってくるみたいなことがね来るとしたらちょっと怖い未来じゃないですか。そのためにいろんな準備が必要ですね、これからやるんではもしかしたら遅いかもしれません。もうできている状態もしくはもうすぐ完成するっていうところに来ないと
時代の流れは待ってくれないのかもしれないですね。まあ、そんなこと考えながら暮らす毎日です。これね、私がね、投資の人生になったからね、やっとね、考えられて見えることになってきました。一生懸命働いてるうちはね、目先の売り上げ、目先の課題を解決するのに一生懸命で、広いスパンで見ることも、ちょっと先から今を見ることも、俯瞰することもできなかったんですよね。まあ、この話長くなりますんで、少しずつお話しましょう。それでは今回は以上です。いってらっしゃい。